住の ST ナイターのスカパー JLC 杯競争は今回の6日間のラスト、地元大阪勢が4人で揃った今年のルーキーシリーズ第2戦のナンバーワンを決する優勝戦です。さあ並びどうやら1、2、3、4、5、6とゆっくりと枠なりで並びそう。絶好のプールコンディション、風はなく穏やかな水面上です。1号艇の石本博夢、地元期待のルーキーがデビュー初優勝に大手をかけました。1分前、2号艇の野中一平、オレンジモーターの住之江初優出初 V なるかです。3号艇小池周平、地元連続優出で地元 V2 なるか。4号艇引っ張りでしょうか、高井勇気、デビュー3年9ヶ月初優出です。5号艇の上田流星、2場所連続優出、地元10回目の優出、動いていって、そして一番外6号艇の井上忠政、地元11回目の優出、地元3回目の優勝なるかです。さあこれでゆっくりとスロー勢1二3、ダッシュ勢が4号6でそのまま枠なりで3対3に分かれてまいります。さあ今回の住之江ルーキーシリーズ第2戦のヒーローは一体誰になるのか。第12レースの優勝戦、12秒進が回っています。スタート10秒前です。インコースから1番2番3番4番5番6番の枠なり3対3、3秒2秒1秒、今スタートしていきました。コースターターダッシュ勢から4号艇5号艇内から伸び返して1番2番も出ていきますが、1マーク、まずは逃げる1号艇の石本、握っていった4号艇懐、2号艇3番5番6番ですが、バックスリッチャー押し切った、初優勝へと向かって1号艇石本博夢です。そして現在2番テラスには4号艇の高い懐から2号艇の野中、あとは後方6号艇5号艇3号艇、なおスタートは正常でした。ランタンマークトップで回る1号艇の石本博夢、そして2番テラスに2号艇の外を握って回って4号艇をつけてくるのは6号艇ですが、さあ2番テラスではまだ接戦で2番4番やずかに2号艇決めたか、外から4号艇の高井が2番手に上がってレースは2周目へとあります。先頭に1号艇の石本、そして2番手デビュー初優出4号艇の高井勇気、1番4番となってまいりました。2周目で出したマークは先頭1号艇、2番手4号艇回って後ろから攻めてくる5号艇膨らんだ、内から2号艇6号艇は流れていって2号艇の野中が一平、ここで上位が1号艇4号艇2号艇1、4、2となってまいりました。そして6号艇5号艇が続いていまして、後方の3号艇の小池周平遅れまして、前艇第2ターンマークはトップで回る1号艇の石本博夢、そして2番手は4号艇の高井勇気、東方3番手は2号艇の野中一平競り勝っていまして、直線コース上位が現在1、4、2となって最終周回へと入ります。さあラスト1周、先頭1号艇石本博夢、見事陰線から堂々と押し切ってイン速攻、そして2番テラス4号艇の高井勇気、3番テラスには2号艇の野中一平競り勝っています。最後のバックスレッチへと入ってまいりましたが、先頭1号艇2番手は4号艇3番手2号艇とここを上位変わらず1、4、2、1号艇の石本博夢、デビュー1年3ヶ月通算4度目の優出で見事初優勝。今年のルーキーシリーズ第2戦のヒーロー、住之江の優勝者は1号艇の石本博夢です。最後の直線コースへと入ってまいりました。今大会は地元期待のルーキーが最後水準祭となりまして、1、4、2、まもなくゴール、優勝1号艇石本博夢ゴールイン、デビュー初優勝4番ゴールイン、2番6番ゴールイン、5番ゴールイン、最後尾に3番がゴールイン。